どうも、宅の岩竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日は安ウイスキーランクをやります。今日のものはなんとこれ、見たことありますか？トップバリューの樽です。以前トップバリューのウイスキーっていうやつね、あれやりましたけど、まああれはね、まああえて言います、ウイスキーじゃないです。ウイスキーと呼べる原酒は 10% しか入ってなくて、 90% がスピリッツというウイスキー風味のスピリッツ。まあウイスキーの風味もしなかったですけどね。まあとにかく安いというだけのもの、あれはウイスキーじゃないんでこのランキングに入りません。でこれですけど、一応トップバリューさんがですね、南アルプス、ワイン&ビバレッジっていう会社ありますよね。時々僕も聞きますけど名前、あそこでと協力して作ったモルトとグレーンのみの一応ちゃんとしたウイスキーです。で原酒はスコットランド産3年以上熟成のグレーンを主体にして、モルトも3年以上熟成、とにかく3年以上熟成のものをブレンドして、作った自信作とトップバリューのいうことですので、ウイスキー3年熟成タルジコン 40% 700ml で、お値段は税別998円です。まあ、だから1100円するかしないかってですね。で今日はまあこの安ウイスキーランク、このランキング付けですね、この中のどのランクに入るかを先入観なしにしっかり味わって僕の判定をしたいと思っております。今までやったウイスキーこんな感じです。まあだいぶ増えましたけど、果たしてこの樽はどこに入るんでしょう。ではトップバリューの本気をいただいていきたいと思います。よいしょ、はい、ではまず、まあね、一応ホームページとかも見たんですけど、おすすめはハイボールって書いてありました。まあだからちょっとストレートではさすがに、まあ先入観なしでいきます。ボトルはね悪くないですよね、形はね、デザインもまあまあいいんですけど、ではまず香りから。色合いはちょっと濃いですね。まあもちろん着色はしてあるんだと思います。で3年以上熟成って言っても多分バルクウイスキーの類だと思うんですけどね。思ったほどアルコールがガーンとくる感じではないですね。まあ 40% ですからね。香りはでも、安ウイスキーの香りに微妙なナッツ感がないかいただきます。やっぱりこのグラスも安いウイスキーだなっていう、アルコールのツンツン感と辛みで、味わいがいまいちわからないという感じのストレートですね。でも当たり前ですけど、以前飲んだトップバリューの安いだけが取り柄のウイスキーもどき、あれに比べるともちゃんとウイスキーしてます。まあこの安ウイスキー、まあ、1100円税込みなんで、まあ中堅クラスですよね。まあ正直ストレートでは味わい的にどうこういうものじゃないかな。あえて言うならナッツ感がちょっとあるかなぐらいの感じで、昔居酒屋とかで飲んだウイスキーを思い出させるような味ですね。ちょっとまあ意味あるかどうかわかんないですけど、加水します。まあ加水するとやっぱ香りは広がりますね。思っ
ったほどね、アルコールがガツンとくる辛さ感は予想よりは少ないですね。ただ味わいはやっぱりこのストレート加水の段階ではかなり平坦ですね。何感があるかと言われても、何でしょう、このあんまりこれというのが、すいません、ストレートと加水では、悪くないとだけ言っときます。極端にまずいとか、あ、これちょっと飲めないなっていうほどじゃないのは意外でした。はい、まあトップバリューの本気っていうだけありますね。ではロックを飲みます。はい、ではロックもいつものごとくワンショットでいきます。まあこのお値段なんで、もしこのロックとかハイボール悪くなかったらイオンで買えますしね、トップバリューだから、お手頃デイリーウイスキーにされる方もいるんじゃないかなと。まだ味わってないんで分かりませんけど、もしね味わいが悪くなかったらですね、まあ、ストレートとかでは飲まないんで、まあ、ロックがハイボールですよね、やっぱり。はい、ではロックをいただきます。なんかでも香り悪くないですよ、ロックになると。まあそんなにね香ってくるわけじゃないんですけど、まあ、安ウイスキーなりのいい感じが、味わいはロックは何と言っていいのか、障子紙、障子なんかあの 和座敷にある、障子張りとか押し入れの塔みたいな感じが、まあだからグレーンですね結局ね、モルト感よりグレーンが強いんだなって感じです。でもやっぱり先日ね、リクの飲み比べをやった通り、やっぱグレーンが強いとなると、富士御殿場のあのグレーンを飲んじゃうとあんまりあれですね。まあ値段が違いますけど、まあ、富士御殿場で 700ml 換算にすると2000円近くなるんで、まあ、この倍ぐらいの値段がするんで、ロックは、でもこういうのが好きな方もいらっしゃるかな。正直僕の好みではないです。泥臭さというか土臭さというか、洗練されてない味わいがロックになると、ビターさまで出てないんですけど、あの安っぽいグレーンの味ですね正直。はい、あの正直な感想です。ただし、そんなにクソ味噌いうほど悪くないですね。これはトップバリューのあのウイスキーもどきを飲んだものとしては意外。この樽3年は、一応ウイスキーしてます。ではおすすめと言われるハイボールを作ります。はい、ではハイボールを作っていきましょう。まずワンガスを冷やします。まあ一応ねスコッチ、まあどこの原種か分かりませんけど、まあ、グレーンとモルト3年熟成同士っていうことなんで、まあ下手な混ぜ物をしてる、なんだか分かんない日本のウイスキーよりは、まあ、全然いいですよね。はい、そしてもう一つ言えるのは、なんていうんですかね、癖がついてないんで、
あ、これ美味しくないとかまずいとかいう感情が起こってこないです。だって美味しくないことないですから。美味しいとは今のところ言えません。ただまずいとは言えません。っていうロックまでの感想でございますが、まあこのトップバリューのホームページでもおすすめはハイボールということなので、まあこのハイボールに期待して、いきましょうかね、はい、はい、いつものごとくソーダストリーム今日も超強炭酸で作っております。超安静。はい、ではトップバリューのタル3年ハイボールいただきます。はい、食事に合います。はい、あ、もう完全にあれですね、グレーン系ですね、味わいが。モルトウイスキー系じゃないです。うん、あの癖がない。うん、悪く言えば超平坦。ただこのハイボールは、うん、そういった意味でどんな食事でも合わせられるハイボールかなと思いますね。うん、意外と、うん、いいんじゃないんですかね。飲みやすくてついつい進んでしまうような感じの味ですね。以前あの、20年熟成のグレインっていう、もうその名の通り、グレーンの超熟の、シングルグレーンを飲みましたけど、やりましたけど、あれが飲みやすくてですね、開けた日にボトル半分以上開いちゃったんですよ。なんか、まあ、このハイボールはその流れを通ずるものがなきにしもあらず、レベルが全然違いますけど、もちろんグレーンを突き詰めるとやっぱ飲みやすさがあるんですよね。特にスコッチは、富士御殿場のグレーンはちょっとまた風合いが違って、いろんなタイプがあるからですね、一概には言えませんけど、うん、この樽はそんな感じでは本当典型的なハイボール向きの飲みやすさを追求してるかなという、印象はかなりあります。はい、はい、ということでトップバリューの樽、三年熟成ウイスキーですね。三年熟成樽仕込み、樽仕込みって当たり前なんですけど、まあこれを先入観なしで飲んでいきました。感想、飲みやすいです。ストレートの時から安ウイスキーにありがちな辛み、アルコールのツンツン感っていうのはあんまり感じられなかったですけど、ただまあ残念ながらストレート加水では味わいがないですね、正直で。ロックにはちょっと好みが分かれるなーっていうロックでした。僕はあまり好みじゃないかな。ハイボールは飲みやすくて食事にも合うと思います。まあ飲みやすいんで値段もね、税込み1100円ぐらいということで、そんなウイスキーです。判定します。判定は C です。はい、 C です。 D じゃないです。まずくなかったから。
ただね、特筆すべきものがない。1000円なりのハイボールで飲める、飲みやすいグレーン系のウイスキーだなーっていう感じですね。だからまあこの基準で言うとやっぱり C になるかなと。それなりの、まあこのガスの味でした。まあ一応ね、あのトップバリューだって言って先入観持たずに、飲んでみるとこういう結果でしたけど、あの例のウイスキーって書かれたあの600円ぐらいのやつ、あれは飲まない方がいいです。あれウイスキーじゃないですから。でもこっちは一応ね、グレーンが強めですけど、ちゃんと3年熟成のウイスキーです。ハイボールでぜひね、味わうならハイボールで、みんなでワイワイやるときに1本買ってきてみんなでハイボールで飲むにはいいウイスキーかもしれないです。まあ同じ1000円なら選択肢はいっぱいありますけど、話の種にみんなでワイワイ1回飲むっていうのもね、意外と美味しいっていう人が出るかもしれないですよ。グレーン好きな人とかね、という感想を持ちました。はい、じゃあこれも入れてランキングこんな感じです。まあ圧倒的に C 以上が多いですけど、 D と E が少ないんで、まあ僕はだいたい癒やしんで何でも美味しく感じちゃうんで、 D と E ももう一度飲み直すと意外と良かったりしてわかんないですけどね。まあこんな感じでどんどん増やしていきたいなと思ってます。まあもしね、安ウイスキーこのランキングまでやってないやつでこれやってとかいうのがリクエストがあれば、ぜひあの僕もね、できる限りやっていきたいと思いますんで、コメント欄にお書きくだされば、可能なものから順にやってまいりますのでよろしくお願いします。1500円以下、税込み1500円以下でお願いします。はい、ということで、たくの岩竹を毎日こんな感じでウイスキーとお酒で遊んでおります。ウイスキー好きの方、お酒好きの方、ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にね、飲みながら楽しみましょう。よろしくお願いします。はい、ということで今日のお宅はこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。